アレリア、しのみなおさむします。今日から、YouTube でですね、聖書の御言葉を共に分かち合って、そして神様が私たちに語っておれることを聞いていきたい、そして共にですね、皆様と一緒に成長していきたい、そのように願って、ハレリアバイブルというですね、 YouTube でのライブ配信を本日からYouTube で配信することにいたしました。 Facebook で今までしていたんですけど、今日から YouTube でですね、配信していこうと思っています。ぜひですね、聖書をお持ちの方は聖書を持ってきていただいて、でももし聖書なくてもですね、この字幕の方でですね、御言葉が出てくるので、楽しんでいただけたらと思います。はじめに一言お祈りして始めます。ハレルヤ、お父様、あなたの御名をあがめます。記憶をしてハレルヤバイブルを YouTube 配信できる恵みを感謝します。どうぞこの動画を見てくださるお一人お一人の上に、神様、あなたの愛を注いでください。あなたの愛を体験することができますように。そしてこの御言葉を聖霊様によって悟らせてくださって、そしてその御言葉を実践して生きていくことができますように、一人一人の人生をあなたが大いに祝福してください。感謝します。委ねてイエス様の御名でやります。アーメン。レディア、感謝します。今日はですね、聖書の箇所から今日分かち合いたいテーマは、真理に生きるということについて話していきたいと思います。真理と聞いて皆様は何を思い浮かべるでしょうか。真理の反対の言葉は何かなと考えるとですね、偽り、偽善、その嘘ですよね。真理と偽りは対極にあります。で、私は今日お話しするのは、この真理、正しいこと、そこに生きていくということをちょっとお話ししたいと思うんですね。イエス様は弟子たちにおっしゃいました。私は道であり、真理であり、命なのですと。イエス様ご自身がですね、道であり、真理なるお方、命なるお方であるということが書かれているんですけれども、真理、それはこの聖書の中に書いてある御言葉に記されていることであります。私たちがですから聖書を読んでですね、御言葉を学んでいくときに、私たちは真理に生きていくことができます。早速聖書を開いていきたいと思うんですけれども、申命記の29章、開ける方はぜひ開いていただけたらと思います。ない場合もですね、下を見ていただけたらと思うんですけども、申命記の29章の9節、この言葉は神様に選ばれたイスラエルの民がですね、神様に与えられた言葉であります。神の民に語られる神様の言葉、お読みいたします。申命記29章の9節、あなた方はこの契約の言葉を守り、それを行いなさい。あなた方のすることがすべて栄えるためである。神様はこのイスラエルの民にですね、契約の言葉を守り、それを行いなさいと命じられたんですね。この契約の言葉というのは、神様がイスラエルの民をエジプトから脱出するために選ばれたリーダーであるモーセにこの民に告げるようにと言って語られた律法というですね、神様の掟、戒めがあったんですけど、それを守りなさいと、そして行いなさいと神様はこのイスラエルのために命じているわけであります。そしてそれをするとどうなるかというのが、この節の後半に書いてあるんですね。あなた方のすることがすべて栄えるためである。神の言葉を行うときに栄えるよということを語られてるんですね。で、この言葉はイスラエルのために向けて語られたんですけれども、同じようにこの言葉を私たち神の民、イエス・キリストを信じる者は聖なる国民、神の民とされていると、そのようなものであるんですね。私たちがイエス様を信じているならば、私たちは神の民であります。そして私たちも同じように、この契約の言葉、当時は律法でしたが、今はこの御言葉、聖書が与えられていますね。この聖書を守って行っていくときに、どのようなことが起こるか、それはあなた方のすることが全て栄えるためである。私たちはこの聖書をですね、読む、そのメリットは何でしょうか。それは私たちの人生が栄える
というところにあります。私たちがこの聖書を読むときに、私たちの人生のすべての領域に神様の祝福がもたらされていくんですね。詩編の中でもこのような御言葉があります。詩編の一章、詩編一編のですね、一節から三節を読みします。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、その出すことはすべて栄える。この詩編の作者であるダビデは、幸いな人はこういう人だよっていうことを歌ってるんですけれども、それは主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、あるいは思い巡らす人とあります。主の教え、それはこの聖書の言葉ですけど、この御言葉を昼も夜も口ずさんでいくということ。なので皆さんがこの聖書をですね、毎日読むということ、そして昼も夜も口ずさみ、そして思い巡らしていく、そのような人生を歩んでいくときに、3節の後半でそのなすことはすべて栄えると書いてあるんですね。私たちが御言葉を聞けば聞くほど、学べば学ぶほど、そしてそれに生きていくほどですね、私たちの人生のすべての領域において栄えていくんですよね。またヨシュア記というところもちょっと開きたいんですけれども、イスラエルを導いたモーセの次のリーダーであるヨシュアに神様が語った御言葉、ヨシュア記一章の8節、この御教えの書はあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。この御教えの書というのは、聖書の御言葉とも言い換えることができます。この御言葉を私たちは口から離さず、昼も夜も口ずさんでいく、私たちがこの聖書を読んでそれを語るとき、それを人々の兄弟に、そして家族に分かち合うとき、神様の目にあなたは高価で尊い存在なんだよって伝えるときに、神様があなたを愛してるんだよって語るときに、それを実践できる、守りを行うためであるとあります。神様が愛し合いなさいと聖書で命じてるんですけど、愛し合うこと、それを私たちが語るときにですね、私たちそれを行う力を神様くださいます。またそのときあなたは自分がすることで繁栄し、そのときあなたは栄えるからであると。私たちが語る言葉は自分に返ってくるんですね。そしてそれを行うことができる力が与えられていきます。そしてそれを行う中で、神様は自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからであると書いてあります。なので私たちがこの御言葉、聖書の言葉をいかに読むか、いかに思い巡らすか、いかにそれを語るか、そしてそれを行うかによって、私たちの人生にもたらされる神様の働き、神様の祝福が決まっていくということなんですね。なのでこのハレルバイブルとして、これからできる限りですね、毎日この聖書の御言葉を皆様にお伝えしていきたい、そのように願っています。なのでですね、ぜひこの聖書の御言葉を聞いてください。また聖書を持っている方はですね、自分でも聖書を開いて読んでみてください。また持っていない方でもですね、ぜひ聖書を買い求めて、そして毎日ですね、読んでいただけたら、またそれを実践していただけたらと願っています。そのように生きるときに、私たちに本当に素晴らしい祝福が人生の中にもたらされていくんですね。この人間のを作られたのは神様であります、イエス様であります。そして私たちがこの神の言葉によって生きるようにということですね。神様は私たちをですね、そのようにカスタマイズして、そのように作られているんですね。人間の人々はですね、本当に私たちはイエス様の言葉によって生きる、聖書の言葉によって生きるように私たちは作られている。マタイの福音書の4章の4節に、イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるとあります。イエス様がおっしゃったのは、神の言葉によって、神の口から出る一つ一つの言葉によって人は生きるんだよって。私たちが聖書を読むときに、私たちの人生は本当に生かされていきます。確かにパン食べること、食事をすること、それによって体は元気に生きれるでしょう。しかしこの心に関してはどうでしょうか。私たちが聖書を読むときに、私たちの心は満たされていくんですね。
言葉に言い尽くせない平安がやってきます。なのでぜひですね、この御言葉を食べていく、御言葉を読んでいく、聖書を読んでいく、それを本当に大切にしていただけたらと思います。あなた方はこの契約の言葉を守り、それを行いなさい。あなた方のすることが全て栄えるためである。またこの聖書を読んだ時に、それを読むだけで終わらずにですね、それを行いなさいとイエス様は、神様はおっしゃるんですね。その御言葉を行う時に、私たちの人生は栄えていきます。祝福されるんですね。聖書を読んで、あ、難しい、終わりじゃなくて、聖書を読んで、神様はこの御言葉はどういう意味ですかと、いきなりたくさん読まなくても大丈夫なんですね。一人、今日は1ページでもいいやと思って、そうやって読んでも全然いいと思うんですね。そして神様、この御言葉に、神様教えてくださいって、聖霊様教えてくださいって、ぜひ祈ってみてください。聖霊は、私たちの聖書の言葉をですね、聖書をよく理解させて、真理を導いてくださる、そのようなお方であります。聖霊様、ごめんなさい、ちょっと、また深く分かち合えたらなと思うんですけど、またこの聖書の御言葉をですね、神様を行えるように助けてくださいと、ぜひ祈ってみてください。そうすると私たちは神の御言葉をですね、行うことができるように神様が助けてくださるんですね。ヤコブの手紙の中でこのような御言葉があります。ヤコブの手紙の1章22節御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いていただくだけのものとなってはいけません。聖書の言葉を聞いても、実践しない人というのはいます。しかし逆にそれを実践する人もいるんですね。皆さんはどちらでしょうか。もし私たちが御言葉を実践するならば、このようなことが起こるんですね。25節、ヤコブの手紙1章25節、しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめてそれから離れない人は、すぐに忘れる切手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。私たちが御言葉を行うとき、その行いによって祝福されるとあるんですね。私たちが真理に生きる、それは御言葉の、御言葉に生きるということです。御言葉を行うとき、私たちは祝福される人生を歩んでいくことができます。神の言葉、それを行う、そしてその祝福された人生を歩む、そのためにやっぱりこの何を神様が語っているかというのを知る必要があるんですね。なのでそのために聖書を読む必要があります。聖書を読んで、そして神様が語ってくださることを毎日ですね、聞いて、そしてそれを実践していく。自分にとってですね、この神の言葉を守るってどういう意味かなって今日考えた時に、本当にこの伝道しに行くということをすごく思わされたんですね。聖書の中でイエス様はマルコの福音書でこのような言葉を語られてるんですけども、マルコの福音書の16章15節、それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエス様がおっしゃったのは、全世界に出て行くようにということでした。そしてすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいということだったんですね。なので私たちは出て行って、福音とは何でしょうか。それはイエス様が私たちを愛しておられること、十字架に勝って蘇られて、信じるなら永遠の命を持つということ、それを伝えていく必要があるんですね。それを、そのようにして私は神様に従っていくことができる。今日も伝道に行きたいなと思いました。またもう一つ、私にとって神様の言葉に従うっていうことは、このハリリバイブルをですね、この配信すること、御言葉をこのオンラインを通して伝えていくということも神様に従う手段だなって思ったんですね。それは第2テモテの4章の2節に、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら攻め戒め、また進めなさいと書いてあるんですね。御言葉を述べ伝えなさいと神様はおっしゃいました。私たちもですね、聖書の御言葉読んだら、それを人々に伝えていく。今の時代すごい SNS がありますね。本当に Facebook や Twitter、 そして本当にインスタとかですね、他にもいろんなソーシャルメディア、 LINE とかでもいいですね。本当に大切な友人にこういう御言葉があるんだよってことを分かっちゃうのもいいでしょう。またそういう SNS でですね、御言葉をポストするのもいいと思います。またこうやって SNS でライブ配信するのもいいと思うんですね。また手紙を書きながら、その手紙の最後に御言葉を書くのもいいと思います。そのようにして私たちはあらゆる方法を通して、この御言葉、神の言葉を分かち合うことができます。
それを本当に時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと神様おっしゃるんですね。忍耐の限りを尽くして態度を教えながら攻めに増し目また進めなさいと。なので本当に今日もですね、しっかり御言葉を伝えていきたい、そのように願います。また神様はもう一つ大きな戒めでおっしゃったのは、互いに愛し合うこと、それを教えてくださったんですね。ヨハネの15章の12節に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと書いてあるんですけど、イエス様は私たちを命がけで愛してくれました。そのように私たちも互いに命をかけて愛していく、兄弟姉妹のために、家族のために、また友達のためにお祈りして、その人たちが神様の愛を感じれるように、その人たちに良いことをしていくこと、それを神様は願っておられるんですね。なので今日私にできること何かなと考えた時に、連絡してない友達に連絡することだったり、その友人のために祈ることだったり、かなと、そういうこといろいろ思わされましたね。あと、あなたの通り人を自分自身のように愛しなさいという言葉があるんですけど、まず自分を愛していないと、自分を大切にしていないと他の人を大切にすることはできない、難しいんですね。なので本当に私たちがまず自分を大切にする、それが本当に大切です。どうしたら自分を大切にできるでしょうか。自分をいたわってあげる、神様が自分のことを愛してくれてるから、自分に時々一人でですね、ゆっくり楽しい時間をあげたり、素敵なカフェに行ったり、美味しいご飯食べたり、そういうのもいいと思いますね。また運動が好きなら運動したりですね、勉強が好きなら勉強してみたり、そういうのもすごいいいと思います。また兄弟姉妹と祈ることだったり、それも愛ですね。また誠実に歩む、神様は私たちに忠実に誠実に歩むことを願っているんですね。なので与えられている仕事、働きを忠実に行っていったり、私の神様の御業をね、語り継げていったり、いろんなやること、神様はいろいろ聖書の中でこうやって歩んでよって教えてくれているので、読めば読むほどいろいろ神様の御心わかります。でそれを実践していく、そうするときに本当に神様がですね、私たちの人生をその行いによって祝福してくださる。イエス様を信じたら必ず天国に行けるんですけど、その次のステップは本当に神様の御心、神様が願っていることを行っていくことですね。御言葉を実践していくときに本当に素晴らしい歩みが私たちに注がれていきます。またこの申命記の29章の18節にですね、このような御言葉があります。万が一にも今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々のもとに行って仕えるような男、女、士族、部族があなた方のうちにあってはならない。あなた方のうちに毒草や苦やもぎを生じる根があってはならない。神様はこの神の民にですね、万が一にも心が神様から離れて、また他の神々のところに行っちゃダメだよって語るんですね。毒草や苦やもぎを、よもぎを生じる根があってはならないと。このまあ日本の文化の中で、特にこの偶像という時にですね、もし私たちがイエス・キリストを信じていながら、例えば神社に行ってそこでお参りして、そこのものを拝んでいるならば、それは本当にこの偶像礼拝になります。それを神様は忌み嫌うんですね。またもし私たちがそのお寺とかで、またそれとか本当にいろいろ日本中に祀られている神様、またお墓参りという時にですね、この先祖を拝む、またその例えばそのお葬式に行った時、そこで先祖を拝む、そのようなことを神様は忌み嫌うんですね。神様以外のものを拝んではならないと。出エジプト記にはそのように書いてあるんですね。出エジプト記の10章にはですね、10章じゃないか、20章だったかな、そう、聖書の中に、あなたの丘に、出エジプト記20章ですね、20章、神様がイスラエルのために、神のために教えられた戒めの第一が、3節、あなたには私以外に他の神があってはならない。神様以外の神があってはいけないよって語ってるんですね。例えばこれはその偶像として目に見えるものだけにはとどまらずですね、例えば私たちが人生の中で神様よりも大切にしているもの、それがあってはいけないよっておっしゃるんですね。
ある人にはそれが家族かもしれない、ある人にはそれがお金かもしれない、ある人にはそれが人からの名声そのようなものかもしれない、一人一人違うかもしれない、ある人には好きなアイドルグループかもしれない。しかし神様が語ってるのは、神様以上に大切にしているのはそれは偶像だと。もしですね、私の心に神様よりも大切にしているものがあるなって感じるならば、神様はごめんなさいと、この偶像を取り去ってくださいと、あなたを第一できるように助けてくださいと、ぜひお祈りしてみてください。そうするときに私たちは本当に神様のものとされて、神様に喜んでですね使えることができていくわけなんですね。うん、そのようにこの申命記29章は神様のために語られる神様の戒め、また神様の命令、また神様一筋に生きていくということですね。神様はイスラエルのために、またイエス・キリストを信じる私たち一人一人に語られているんですね。私たちも神の民であります。ペテロの手紙というところには、第一ペテロ2章の9節にこのように書いてあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。私たちのアイデンティティがここに書いてありますね。私たちは一つ目に選ばれた種族であるということ、また二つ目に王であるということ、また三つ目に祭司であるということ、また四つ目に聖なる国民ということ、別名神のものとされた民ということですね。私たちは神様に選ばれたものです。また王だとおっしゃるんですね。本当にこの王様、王としてこの地上を治めていくものとして、その私たちを任命してくれて、祭司、祭司というのは神様と人の間に立って取りなし祈る、また捧げるものですね。また本当にこの聖なる国民、神様の十字架の愛によって、その血によって清められ、聖なるものとされている、また神のものとされた民、この神の民として私たちは召されているんですね。本当にこの神の言葉に従って、神を唯一として歩んでいきたいなと、そのように願います。うん、そのようにしてですね、私たちはこの真理である御言葉、神様に従って生きていくことができるわけなんですけれども、このイエス・キリストにですね、とことん従った人について少しちょっと見ていきたいと思うんですね。マタイの福音書の14章、聖書を開ける方は開いていただけたらと思うんですけど、このイエス様の言葉にとことん従っていったイエス様が本当に素晴らしい人だと称賛していた、それがイエス様の家系のですね、親族にもあたるバプテスマのヨハネという人なんですね。このバプテスマのヨハネはどういう人だったかというと、イエス様が来る道道内をするものとして人々に洗礼をバプテスマを授けていた、また本当に神様の御心を求めていた人物でありますが、彼はですね、どういう人だったかちょっと見ていきたいと思います。マタイの福音書の14章の4節から、1節から読みましょうか。その頃、領主ヘロデはイエスの噂を聞いて家来たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死因の中から蘇ったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。実は以前このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネが彼に、あなたが彼女を自分のものにすることは立法にかなっていないと言い続けたからであった。このイエス様の時代ですね、ヘロデという方、人が、領主、その地を治めていたわけなんですけれども、このヘロデはですね、このバプテスマのヨハネを縛って牢屋に入れていたんですね。なんで牢屋に入れられたかというと、このヨハネさんは、このヘロデさんというですね、この偉い人に、あなたが彼女を自分のものにするのはことは立法にかなってないと言い続けたからだったとあります。本当に良くないこと、神様の目から見て良くないなということをしていた、そのようなヘロデというリーダーがいたんですけど、あなたのしていることは良くないですよということをですね、はっきりと伝え続けていたんですね。神様に従っていくときに人々から嫌われるかもしれない、そのようなリスクは常に伴います。私たちが神様に従っていく、そのような歩み、本当に神様を敬っていけるならば、この王様のようなですね、権力者の名前でもですね、それは良くないことですと、そういうふうに言う必要がある時もあるということですね。でもそれによって彼は、正しいことを行ったゆえに、牢屋に入れられてしまったということです。また、それがもたらした結果は、もっとひどいものでありました。
5節から見します。ヘロデはヨハネを殺したいと思ったが民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからであった。ところがヘロデの誕生祝いがあり、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に誓い、求めるものは何でも与えると約束した。すると娘は母親にそそのかされて、今ここでバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて私にくださいと言った。王は心を痛めたが、自分が誓った通りだことであり、列席の人たちの手前もあって与えるように命じ、人を使わせて牢の中でヨハネの首を跳ねさせた。その首は棒に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、彼女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて、痛い一人葬った。そしてイエスのところに行って報告した。本当にこのヘロデはヨハネを殺したいと思ってたんですけど、民衆をですね、人を恐れていて殺さないでいたんですね。人を恐れて生きていたというのがこのヘロデの特徴であります。私たちはどうでしょうか。人を恐れて生きていないでしょうか。箴言の中にですね、このような見言葉があるんですね。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。私たちが人々を恐れて生きているならば、私たちが誰かを恐れて生きているならば、罠にかかってしまいます。しかし人を恐れる反対の言い方は主に信頼するという言い方ですね。人からどう思われても神様を信じて頼って生きていく。そうするものは高いところにかくまわれ守られていくという約束があるんですね。なので、ああちょっとでも人を恐れてるなと感じたらですね、ぜひ、あ、神様人を恐れていますと、どうかあなたを信頼するものに作り変えてくださいと、ぜひお祈りしてみてください。そうすると神様はですね、そのように変えてくださるんですね。そしてまあヘロデの話に戻るんですけど、ヘロデの前でですね、ヘロデの誕生日にヘロディアの娘がですね、踊ったんですね。そしてヘロデを喜ばせ、でヘロデはこのままですね、誓ってしまうんですよね。求めるものは何でも与えると約束したと。ここで本当にこの誓って生きるという危険性ありますね。神様は私たちに人々にいろいろ誓って生きるのではなくて、誓わないで生きてほしい、生きること、それも本当に大切だなと思うんですけど、自分でできないことをですね、もうやれよと、俺もやってやれよみたいな感じでね、やること、それによってまあ彼女はですね、ヨハネの首を求めるんですよね。で王はまあ自分が誓った方であり、列席した人の手前もって与えるように命じてあります。そのことを恐れてヨハネを殺すわけであります。そしてその首が運ばれてきた。そのことを聞いたイエス様はどうしたでしょうか。13節、それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、まちまちから離れてイエス様と追った。私たちが神様に信頼して神にとことん従っていくときに、私たちが命の危険にさらされるというリスクが十分にあります。またイエス様はそのですね、大切なヨハネが亡くなったと聞いて、彼の取った行動、イエス様の取った行動は自分だけで寂しいところに行かれたとあります。一人になったということですね。一人になって天のお父様に祈っておられるんですね。イエス様は時あるごとにですね、何度もしょっちゅう神様のもとに行き祈っておられた。それが私たちの生き方の見本です。私たちもいろんな人生の中で直面する出来事ありますけれども、何かあるたびに神様のもとに行き、神様に静まり祈る、そのようにですね、イエス様から学ばさせられます。今日もですね、イエス様のように習っていきたい、そう願います。イエス様は、この後ですね、奇跡を行います。そしてその奇跡を行った後にもですね、群衆を回線させてから、イエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた、とあります。イエス様はこの祈りを本当に大切にしていた。その祈りの中で天のお父様と親しい関係があり、願いを打ち明け、神様の声を聞いて交わってられた。私たちも本当に天のお父様との交わりをですね、大切に生きていきたい、そう願います。イエス様は一人で静かなところに行かれた。その後に群衆はそれを聞き、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らは深く哀れんで、彼らの中の病人たちを癒された。イエス様は祈った後にですね、
人々がたくさん追いかけてくるんですね。そして彼らは憐れんで病人を癒した。イエス様は本当に愛なるお方です。そして病人を癒したいと思っておられます。病気の人がもしいればですね、今画面越しで手を挙げていただけますか。画面越しでありがとうございます。イエス様はですね、本当にこの癒されるお方なんですね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと書いてありますけど、当時イエス様は癒されたけど、今日もですね、21世紀の本日においてもイエス様は癒しの御業を行われます。なのでもし今私病気だなとか、本当ここ痛いんですとか、そういう方あればですね、ちょっと今癒しのために祈りたいと思います。イエス様の御名によってですね、私たちに権威が与えられていますから感謝します。じゃあ画面越しですけど、足が癒してくれると信じてお祈りします。天のお父さん、感謝します。この配信を見てくださっている方の中で、まだ病気な人がいることをいると思いますけど、その方、またその病気、またその痛みの部分に、今イエス・キリストの御名によって病を癒されよ。すべての病、すべての思い煩い、すべてのあなたから出ていないものが完全に癒されることをイエスの御名によって宣言します。すべての、あなたから来ていないその病が出ていくことを今信じて宣言して感謝して伝えられます。アメン。イエス様は癒しを行った。でも私たち弟子たちもですね、イエス様は権威を与えられたと、癒すための権威を与えられたと聖書に書いてあるんですね。なので私たちも一人一人が癒すことができる、そのように神様は私たちを教えてくださっています。なので病人がいたらですね、ぜひ癒していきたいなと願います。またこのマタイの福音書の14章のですね、15節から、21節はイエス様が5つのパンと2匹の魚の癒しのストーリーが書いてあるんですね。少し読みします。夕方になったので15節、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里と離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を回線させてください。しかしイエスは言われた、彼らが行く必要はありません。あなた方の人たちのところに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った、ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々はみんな食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると10人の籠いっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。この男だけで5000人、子供も女も合わせたらもう何万人という、そういう人たちがいる前で弟子たちにイエス様をおっしゃるんですよね。この弟子たち、この群衆に夕飯をあげてくれないかと、あなたたちがあげなさいと。弟子たちはこんなたくさんと、でも今あるの5つのパンと2匹の魚しかないですよって。そしたら時イエス様、それをここに持ってきなさいとおっしゃったんですね。たくさんの必要があります。しかしこの日本もですね、本当にイエス様を知らない人ばっかりですけど、でも何があるのかと、私たちの自分の手に与えられているものがたとえどんな小さくても、それをイエス様のもとに行くときにどうなるか。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を挙げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々はみんな食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12の籠がいっぱいになった。イエス様はそれを持ってきなさいと言って群衆に草の上に座るように命じられたんですね。それを聞いて弟子たちはわかりましたってことですね。あい、君たちそこで座りなさい、あそこに座りなさいってですね、もう何千人の人たちを回って座るようにというのをですね、声かけてくるんですよね。私たちが神様に何か捧げるときに、たとえそれが本当にちっちゃいものかもしれないけど、それを捧げるときに神様は次の行動を語られるんですね。それに従順していくときにイエス様は素晴らしいことをされるんですね。それからイエスはいつのパンと2匹の魚を取り、天を挙げて神を褒めたり、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。弟子たちのしたのはイエス様が言われた通り座らせてそれを配っただけですね。そうするときに人々は食べて満腹した。みんな食べて満腹した。この5000人の男性、全員合わせて何万人もの人たちが満腹したという奇跡が弟子たちの手の中から起こっていったんですね。それはイエス様に持っているものをまず差し出したから、
起こってきました。またイエス様に差し出し、またそれだけでなくイエス様が語ることを座らせるように、また分けていった。イエス様が言うことをやっていった時に本当に奇跡が起こって見せていったんですね。私たちが持っている与えられているものが小さくても、それを神に捧げる時に、そこから神様は本当に驚くばかりの御業をなされます。なので本当に私たちに与えられている賜物、能力、才能、時間、お金、それがどんなものであれ神様のために用いたいと願って、それをぜひ捧げてみてください。ある人には何か誰かをお家に招いてもてなすことかもしれない。ある人にはお金をですね、教会に献金することかもしれない。ある人には本当に経済的に困ってる友人にそれを渡すことかもしれない。ある人には、絵を描いてですね、それを他の人にプレゼントすることかもしれない。ある人にとっては手紙を書いて神様が語ってると願ってることを書いてそれを渡すことかもしれない。ある人には誰かのために祈ることかもしれないし、ある人には賛美をすることかもしれない。ある人には何でしょうね、それぞれ賜物があります。それぞれ得意なこと、それぞれ自分の好きなこと、それを神様のために使っていく。そうするときに本当に神様が導いて、神様が素晴らしいことをしてくださるんですね。なので私たちに与えられているもの、それを神に捧げていきたい、そう願います。ここでちょっと皆様に質問したいんですけれども、皆様に与えられている、何か才能、賜物、神様に捧げれるものってありますか？皆さんにとってこの5つのパンと2匹の魚は何でしょうか？それが本当にちっちゃいかもしれない。本当にそれが何になるのかなと思うかもしれない。でもそれを捧げていくときにすごいことが起こるんですね。僕にとってはないかなって考えると、僕は結構すごい賛美と伝道が好きなんですね。で本当にこの、例えば駅前とかで賛美することかなとか、あとは誰かそこで出会った人たちにイエス様のことを伝えることかなとか、あといろいろ書くのも好きなので、証をですね書いて、神様のしてくれることを書いて、それをSNS とか、それとか友人とかに分かっちゃうことかなとか、あとは あの人に会いに行くことかなとか、あとは福音を伝えるためにあそこに出かけていくことかなとか、あとは僕にとってはこのハリデーバイブルをですね収録してYouTube でですね配信していくことかなとかですね、あとはこの家の家事をやることかなとか、洗濯物をして干すことかなとか、あと夜ご飯作ることかなとか、あの人に連絡すること、そしてあの人に会うことかなとか、またあそこの集会に行ってこういう奉仕をすることかなとか、また曲をですね賛美したい曲を選んでそれをチームに送って一緒に試していくことかなとか、ちっちゃいことですね。自分にとってできること、それは本当にちっちゃいかもしれないけど、でも神様のために何かできること、それをぜひですねやってみてください。僕も今日やっていきたいなと願います。その後、22節、それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先にも合議士に向かおうと、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方にあっても一人でそこにおられた。素晴らしい奇跡を行った後に、もう群衆たちを急いで返して、弟子たちも船に乗り込ませてですね、イエス様は一人で山に登ったんですね。何してたでしょうか？それは天のお父様と待ち合ってた、祈ってたんですね。夕方にあっても一人でそこにおられたと、ずっと神様と過ごしてた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、二乗節ですね、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見て、弟子たちはあれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われた。イエスは湖の上を歩いて登場するっていうですね、もう弟子たちはもうビビってですね、幽霊だと叫んでるんですけど、イエス様はしっかりしなさい、私は恐れなくていいんだよっておっしゃるんですね。その時にペテロが言ったのが、主はあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが恐怖を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い人はなぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。ここでイエス様は
湖の上を歩いて弟子たちのところに現れて、そしてペテロがあなたでしたら来てくださいと言ってくださいって言うから来なさいと言って、イエス、ペテロが湖の上を歩くんですけど、強風を見て怖くなって沈みかけたんですね。ペテロは何を見たでしょうか。イエス様を見続けていたらイエス様のもとに歩いていけたんですけど、強風を見たんですね。状況を見たんですね。環境を見ました。私たちも同じです。私たちが今置かれている状況、環境、周りの状況を見るならば、本当に沈んで怖くなってしまう。しかし私たちがイエス様を見続けているとき、水の上も歩ける。不可能が可能となっていくんですね。本当に奇跡を見たいでしょうか。本当に素晴らしい神様の御業を見たいでしょうか。その場合は私たちがイエス様を見続けていく、その必要があります。なので本当にイエス様をですね、見続けていきたい。そういう願います。うん。しかしイエス様に助けてくださいと言ったとき、イエス様はすぐ手を伸ばして助けてくれたんですね。優しいイエス様です。信仰が弱いな、弱いものよ、なぜ疑ったんだいと。優しくですね。うん。イエス様はでも助けてくれる、そういう方でもあるんですね。愛なる方。うん。でも本当にこの信仰、疑わないでですね、信仰強いものになっていきたいなと願います。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、誠にあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。そしてイエス様をみんなを礼拝していたんですね。それから彼らは湖を渡り、ゲネサレの地に着いた。その土地の人々はイエスだと気づいて、周辺の地域にくまなく知らせた。そこで人々は病人を皆イエスのもとに連れてきて、せめて衣の下にでも触らせてやってくださいとイエスに懇願した。そして伝わっている人たちは皆癒された。イエス様のもとにたくさんの人が来て、触れたら癒されていった。イエス様は本当に不可能はない、癒されるお方、また崇められ、礼拝されるお方、また私たちにですね、本当にイエス様を見続けて歩んでほしいと願ってるんですね。皆様の生活の中で、皆様の日々の歩みの中で、どのような状態に今いるでしょうか。イエス様を見続けているでしょうか。それとも嵐を見て、周りの状況を見て沈みそうで不安になっているでしょうか。もし不安になっていたらですね、イエス様を助けてくださいと叫んでみてください。まだ本当にイエス様を見続けていくことを今日はチャレンジ励ましたいと願います。イエス様に祈っていく、心添えで神様に求めていく、また聖書を読んでいく、そうするときに私たちは信仰ですね、持って生きれます。信仰っていうのは聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉によるとローマ書に書いてあるんですけど、私たちが聖書の言葉を聞いていくとき、毎日読んでいくとき、私たちは揺るがない信仰を持って歩んでいくことができます。なので今日はですね、本当にこの真理に生きるということについてちょっと分かっちゃっていきましたけど、真理とは神の御言葉に生きていくということです。そしてこの聖書をですね、昼も夜も口ずさんでいく、その時に本当に神様の祝福があり、まあ、それを実践していくときに本当に栄えていく人生があります。またイエス様にですね、自分の持っているもの、小さいものを捧げていくときに本当に奇跡が起こり、神様に用いていただくことができます。イエス様のように本当に神様との時間を大切にして、また人を恐れず神に信頼して、うん、信仰を持って今日も明日もですね、進んでいきたいなと願います。それでは最後にですね、お祈りしたいと思います。皆様の祝福をお祈りするんですけど、この、本当にこの祈祷課題、こういうのを祈ってほしいなということがあればですね、ぜひ、ハレルヤバイブルのですね、この、投稿のコメント欄にですね、このようなことを祈ってくださいと書いていただけましたら、ぜひお祈りさせていただきたいと思います。何でもですね、祈祷課題があれば分かっちゃっていただけたらと思います。それでは、お祈りいたします。天のお父さんに感謝します。このハレルヤバイブルを見てくださる一人一人の存在を心から感謝します。あなたの愛と恵みを注いでください。そして、本当に神のために御言葉に従って歩むことが書かれていましたけど、私たちが聖書の言葉を読み、またそれを悟り、そしてそれを行っていくことができるように助けてください。また私たちが栄える人生、すべての領域においてあなたの祝福が一人一人の人生に注がれていきますように、あなたは愛のある方で優しいお方で、祝福したくてたまらないお方であることをありがとうございます。また本当に神様、このヨハネのようにですね、人を恐れずあなたに信頼して歩んでいくことができるようにしてください。またイエス様のように天のお父様に祈っていく、そのようなものとしてくださいますようにお願いします。まだ私たちに持っているものが小さくても少なくても、それをあなたに捧げていくことができますように。
そしてあなたに言われること一つ一つ実行していくことができるように祝福してください。また本当にこの信仰を持って、行くことができるようにあなたが導いてください。イエス様、あなたを見続けていけるように助けてください。この話を見る一人一人の今日の悩みも祝福してください。心から感謝します。愛するイエス様の皆の中になります。アメン、アメン、ハレリア、感謝します。今日見ていただき感謝します。皆様の上にですね、今日も神様の祝福が豊かにありますように。シャローム。